礼拝の招きの言葉、イザヤ書49章14節から16節です。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられた。女が自分の血の身を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつける。あなたの城壁は常に私の前にある。それではお差し支えない方はお立ちいただきまして、新聖歌21番を賛美します。Thank you.
それではそのままで主の祈りを捧げたいと思います。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせずに悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何にもなれない。アーメン。それではお座りください。新聖歌227番を賛美します。
それでは口読文を拝読したいと思います。本日は口読文5番新聖歌の934ページです。スクリーンの皆様方は下線あるいは新聖歌の古事記の方をお読みください。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくても。その響きは天地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。太陽は七個が天外から出るように、粒子が喜び三年道を走るように。天の果てをいでたち、天の果てを目指して行く。その道から隠れるものはない。主の律法は完全で魂を生き返らせ。主の定めは真実で、無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで心に喜びを与え。主の戒めは清らかで目に光を与える。主への恐れは清くいつまでも続き。主の裁きはまことで事を説く正しい。金に勝り多くの純金に勝って望ましく。水よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはそれらのことを熟慮し、それらを守って大きな恵みを受けます。知らずに犯した過ち、隠れた罪から、どうか私を清めてください。あなたのしもべをおごりから引き離し、支配されないようにしてください。そうすれば思い背きの罪から清められ、私は完全になる。どうか私の口の言葉が身胸にかない、心の思いが御前に応えますように。主よ、私は私の御前に主よ。アーメン。それでは本日は月の初めの週なので、司会者がお祈りいたします。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。恵みと愛に富みたも父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。来る一週間もあなたの御言葉に導かれて歩むことができましたことを心より感謝いたします。本日もあなたがご臨在しておられるこの礼拝で、兄弟姉妹ともども礼拝を捧げることができます恵みを心より感謝いたします。この礼拝をもあなたが中心にいて導いてください。特に説教される江上先生の上に、あなたの聖霊で満たし十二分に語ることができますように、お力をお与えください。心よりお願います。主はあなたは父が私の名によって使わしになる聖霊によって全てのことを教えるとおっしゃっております。どうかお一人お一人を聖霊で満たし、あなたの御言葉を十二分に受け止めることができますように、お一人お一人を導いてください。またその御言葉によってこの一週間も歩むことができますように、お一人お一人を祝福し導いてください。心よりお願います。本日の礼拝にも心ここにあるも出席できない方が多くおられます。御用のため、あるいはあまりにも悲しみのため、病気のため、施設に入っているため、多くの事情がございます。神様どうかそれらの方々お一人お一人にあなたが目を留め、その場その場であなたが祝福されますように、心よりお願いします。本日の礼拝もあなたが初めから最後まで導いてください。
これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお願います。アーメン。それでは使徒信条により信仰告白したいと思います。使徒信条は修法の後ろあるいはスクリーンに映し出されます。使徒信条。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊にてやるように乙女やマリアに生まれ、モンテオ・ピラトのもとの苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黙りに下り、三日目に死人のうち蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえ、賢い霊に仕えて生ける者と死いたる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは新聖歌259番を賛美しましょう。本日の聖書の箇所を朗読したいと思います。マタイによる福音書5章の43節から48節までです。新約の8ページにあたります。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者も正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。
自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをした頃になろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。それでは愛こそものの上手なれということで、江上先生に御言葉を述べます。皆さん、おはようございます。神谷市別教会の皆さん、都市教会の皆さん、おはようございます。おはようございます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて心から主を賛美いたします。過ぎました一週間の間も、あなたが私たちと共におられて、その歩みの中によみがえりの主が共に歩んでくださって、お支えくださって、お守りくださって、この週を過ごすことのできましたことを感謝いたします。この一週間の中で辛いことや苦しいことやどうしようもないこと、神様の愛さえ疑うような、そのようなことを経験なさった方々のうちには、より深いイエス様の熱き眼差しと、より強い助けとお守りがさらに与えられたことを信じて感謝いたします。イエス様がよみがえられたことを記念する日曜日の朝、2月の第1日曜日第2礼拝として、愛する兄弟姉妹と共に心を一つにし、心からまた心をそぎ出して、私たちの救い主であるイエス・キリスト様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。目には見えませんけれども、今も生きておられるお方、生きて私たちを愛し私たちを守っていてくださるイエス様がこの礼拝の中心におられて、この礼拝を司り、あなたの愛と恵みを持ってこの礼拝を始めから終わりまで導いていてくださることを感謝いたします。全日本全世界のキリスト教会の礼拝においても、あなたが導いてくださることを感謝いたします。語るもの本当に弱き者、小さき者ですから、イエス様、あなたの恵みの十字架の陰にこのものを隠してください。そして聖霊なる神様が一人一人にあなたの御言葉を、御心を示してくださるように、聞く一人一人も信仰が与えられ、霊の目が豊かに開かれて、この世のすべてのことからこの時解き放たれて、あなたの御言葉で豊かに養わさせてくださるように、いろんな事情や弱さのためにこのところにおいでになれない方々は、そのところを礼拝の場所としてあなたを見上げさせてくださいますように、無垢の中にある教会の礼拝を特に覚えて、あなたが祝福してください。一切を御手に委ね、あなたへのみ期待し、この祈り尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。2月の第1日曜日を迎えました。今日も皆さんと一緒にこうして礼拝を捧げることのできる恵みを本当に感謝しています。疲れている人はね、ゆっくりお休みください。無理に話を聞こうとしたら辛いですから、ね、ふっと睡魔が来たらふっと寝て、すっと起きて、最後まで寝てても大丈夫です。今日はマタイによる福音書の5章の43節から48節を通して、愛こそ、愛するこそものの上手なれという題でお話したいと思います。茶人の千の利休という人は、器用さと稽古と好きとそのうちで、好きこそものの上手なれと言いました。まあ、物事は上達するのに大切なことは、まあ、器用さ、まあ、器用な人っていらっしゃいますよね。何でも こなせるみたいな、そういう器用さももちろん上達するためには必要なことでしょう。また稽古、練習、努力、そういうものもね、確かに必要だけれども、もう好きだって、もうこれが好きだっていう、もうそれがもう最高に
物事を上達させるために必要なものだっていうようなことを言ったんだと思うんですね。皆さんもきっと何か好きなものあるでしょうか。その好きなものね、料理するの好きな人は別に努力しなくてもね、その好きというものがそういうものをさせる。料理嫌いな主婦の人はもう最悪かもしれませんけど、それでも努力や練習によって、まあ、何よりもビタミン I によって美味しいものが出せるかなって思うんですね。私たちはやっぱり神様の愛、イエス様の十字架の愛、その愛というものが人を愛することにおいてもやっぱりとっても大切なことなんだって今日の聖書は語っているように思うんです。今日見たら野村さんがおられてね、なんでおるんやろと、おるんやろって帰ってこられて、夫婦で一緒に座っておられて、いい光景だなと思って、感謝です。皆さんと一緒に、43節をご一緒にお読みしましょうか。43節、はい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。あなた方も聞いている通りってイエス様おっしゃいました。旧約聖書においては心の中で兄弟を憎んではならない、レビ記の19章の7節、復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、レビ記の19章の18節。だから旧約聖書には隣人を愛するということは言われていますけれども、敵を憎めというような教えはありません。憎んではならないという教えはありますけど、敵を憎めというそういう教えはない。でもここで隣人を愛し敵を憎めとイエス様がおっしゃったんですね。ユダヤ人は皆さんご存知のように、自分たちは神に選ばれたものだ、特別なんだというそういう思いがありました。ですから自分たちユダヤ人以外の人々、つまり異邦人とは自分たちは違うんだって、もう数段も上だっていうふうに見ていました。自分たちは神に仕え、律法を守りね、本当に神様にこう忠実なものだけれども、異邦人は礼拝もしない、ね、忠実じゃない、そういうふうに捉えていたんですね。ですから自分自身を愛するように隣人を愛するという、隣人、兄弟、民といったそういう人たちはもう自分たちの仲間であるユダヤ人だけに限定していました。だから隣人を愛するって、ユダヤ人の隣人を愛する、ユダヤ人の兄弟を憎んではならないっていうふうに捉えていたようなんですね。ですからユダヤ人は憎まない、復讐しないけれども、ユダヤ人以外の異邦人は神の愛の対象外なので、ユダヤ人を本当に自分たちにとっては敵であり、その敵を、まあ、憎んでもいいとは言いませんけど、憎めと神が教えているんだって捉えていたようなんですね。ユダヤ人を守ってくださる、自分たちユダヤ人を守ってくださる神様は異邦人を憎むように教えているんだ。まあカナンの地に入るときにね、戦争してね、全滅させるじゃないですか。ユダヤ人、自分たち信じる神様は自分たちを守って奴らを滅ぼしてくださるんだって、敵を憎めって、まあそのように彼らはですね、捉えていた。ですから旧約聖書には敵を憎めという教えはないんだけれども、ユダヤ人以外の人々、つまりその敵である人たちを憎んでいい、憎むというのが神の教えであると信じ、それを実行していたようなんですね。ですから彼らは、まあ、聖書の教えそのものよりもむしろ自分たちが作った規則、教えを、まあ、優先していた。ですからイエス様はあなた方も聞いている通り、ね、そう敵を憎めって、そういうふうに聖書は言ってないけど、そう教えられてきたというか、そういうふうに、だから隣人は敵を憎めと命じられているという表現されたのかなと私は思うんですね。まあ、とにかく隣人、隣人を愛し敵を憎めというのはユダヤ人を愛し異邦人は憎め、まあ、そういうことを守り実行していたようです。イエス様はマタイによる福音書の15章でパリサイ派の人々や律法学者たちにこう言いました。なぜあなたたちも自分の言い伝えのために神の掟を破っているのか。
あなたたちは自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている、ね、言い伝え、自分たちが作った法則、それを一生懸命にして神の言葉を無にしているって、そのようにはっきりとイエス様はおっしゃった。ですから律法では心の中で兄弟を憎んではならない、復讐してはならない、神の人々に恨みを抱いてはならない、自分を愛するように隣人を愛しなさいと教えられながらも、神の言葉よりもむしろ自分たちの言い伝え、自分たちの考えを優先していた、それがユダヤ人であり彼らだったんですね。44節皆さんとご一緒にお読みしましょう。44節、はい。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。この御言葉を読むとね、さよならって言いたいですね。もうこの礼拝の席からすぐ立って帰りたいような、もうそういう信徒の時も私もそうだったんですね。敵を愛し自分を迫害するために祈りなさい、無理無理っていう。敵とか味方っていう考え方は自分を中心に置いている考え方です。自分から見てどうかっていうこと、だから自分が中心なんですね。創世記3章には人類初めての罪が記されていますね。現在聖書にはこう書いてあります。蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。創世記3章の4節から6節、神様はエデンの園の地上に善悪の種を作られて、その実を食べちゃいかんよ、食べたら死ぬよって言われた。でも蛇にそそのかされて、それを食べると神のように善悪を知るものになることを神は知ってるから、そうさせないようにしてるんだよって。そしてエヴァがその木を見るともう本当に美味しそうで、もうよだれが、美味しそうなものを見たら私よだれてるんですよ。私って人間はそうだと思う、犬なんてもうてね、もうまさにもう本当にそそのかしていた。それを取って食べて夫にも与えた。現在ですよ、人間は神様に創造され、神様に従って生きるのが人間の本分でしたけれども、人間はもう神様と肩を並べて、いやもうそれよりも上に行こうとして、神様の言葉に従うんじゃなくて、もう神様なしでもやっていける、ね、神様に従ったら祝福されるんだけど、神様いらない、神の言葉じゃない、自分の思いで自分の考えで生きていくって、そういう傲慢、罪の結果どうなったか、神中心じゃなくて自分中心で物事を全て考えるようになったということです。自分中心、自分が中心にいるから、あの人嫌いだから敵、あの人合わないから嫌で、こうなってきたわけです。相手がどう自分を思っているか関係なく、私があなたをどう思っているか、私があなたをどう判断するか、これが人間の、まあ、ある意味で罪の結果の一つです。イエス様はその敵を愛し自分を迫害する者のために祈れって言ったんですね。私たちは、まあ、自分を愛してくれる人と、よくしてくれる人は努力しないで愛せますよね。努力しないで愛せますよね。お孫さんなんか愛そうなんて思わなくても、今もうん、三山新学生ね、とわちゃんもフェイスブックにいつも載ってますよ。親はね可愛いと思うかもしれない、他の人そんなに、まあそんなにごめんね、そんなにというか、自分の子供はちょっとこう、不細工でも可愛いと思うんだけどもね、そうでしょ、努力しなくったってもう可愛いんですよ、努力なんかないんですよ、存在そのものでしょ、自分の孫って。この敵を愛する、その愛するってイエス様がおっしゃったのは、我慢して愛さないといけないから愛するとかね、
自分の思いや気持ちをも押し殺して、もうこの人嫌いなんだけど押し殺して愛するんだね、愛さないといけないんだねっていうことじゃないんです。聖書にね、そういういっぱいあるじゃないですか、いろんな言葉が。それは愛さないといけないのかとか、従わないといけないのか、もう嫌だけどももう神様言うから従おうかっていう、そういうようなこととは違うっていうことなんですね。まあ、自分を中心に敵とか味方とかそういうふうにこう分けてしまうようなことを放棄するっていう、自分中心で、あの人が嫌いだから敵というような見方ではなくて、神様を受け入れて神様の目線で神の目を通して見ていくって言ったらいいでしょうかね。自分もイエス様に許されたものとして、自分の敵だと思っているその人もイエス様に許された存在、イエス様の十字架の恵みの存在っていうような視点で見ていくっていうようなね、愛。神様っていうのは全ての人を愛していると聖書は語っています。全ての人です。それは私たちこうして礼拝に集まって神を信じる人たちも、そうじゃなくって神様を信じない人たちも、いや神様に敵対するような人たちも、全ての人を愛しているのが神様、聖書の神様です。まあ、聖書には愛、日本語には愛という表現は愛という漢字しかないんですよね。でもギリシャ語では4つの意味があるって言われているんです。ちょっと紹介しますね。一つ目はストルゲアっていう、これ家族の愛、親子の愛です。先ほど言ったね、もう努力しないでも愛せる夫婦はちょっと努力しないと愛、そんなことないでしょうか。これ夫婦の愛また次出てきますけどね、家族の愛、親が子供を愛する、おじいちゃんおばあちゃんが孫を愛する、この愛、ストルギア。エロス、これ悪い意味で使われてます。これは本当はいい意味なんですね。男女の愛、夫婦の愛、まあ価値があるから愛する愛と言ったらいいでしょうか。そしてフィリア、これは聖書でもよく出てくるんですけども、友愛ね、仲間内で通用する真実の愛。そして4つ目がアガペの愛、神の愛、犠牲的な愛、命まで投げ出して愛する愛っていう、まあその4つが使われている。だからギリシャ語を見ると、まあ、アガペの愛が多分多いんでしょうけれども、その愛というところにはアガペと使われたりフィリアが使われたりしているんです。まあストルゲア、家族の愛、親子の愛にしても、エロスの愛、男女の愛、夫婦の愛にしても、フィリアの愛、友情の愛にしても、ある意味では相手に価値があるから愛するというような、そういう愛ですね、限界の愛です。ですから男女の愛も親子の愛も家族の愛も友愛も、相手が自分にとって、ね、価値がないって判断したら変わるっていうことなんです。孫もちっちゃいうちは、いや子供もちっちゃいうちは可愛いけどね、大きなると腹立つんですわ。本当に誰があんたを産ん、私は産んでないんですけど、誰、お母さん誰があんたを産んだんと思ってるって思うんだけど、ちっちゃい時はママパパ相手ね、もう存在をね、全部こう信頼してくれるけど、もう見下しますけど、背だって高くなってね、おおみたいな、生きてるかみたいな、そんなことないですけど。人間の愛は変わりますよ、立場によって、状況によって。けれども神様の愛は変わらないんです。いつまでも変わらないんです。私たちに愛する価値があってもなくても、私たちが神様に対してどんな扱い方を神様にしたとしてもね、神様を厚く扱おうが軽く扱おうが、鼻でせせら笑おうが、どんなに神様を侮辱したとしても、どんなに神様を傷つけたとしても、悲しませたとしても、私人間を見捨てることしないんです。そんなバカにするやお前たちはダメだって遮断しないんです。なお愛して
なお包んで、なおよ最も良いことをしてくださる。ですから私たちがこう自分中心の愛、人間の愛だからの愛、価値があるから愛する愛というのはもう限界がある。敵を愛するなんて不可能です。私たちはこの神様の愛、命を与えるほどの愛にこう触れる、この神様の愛をいただく、この神様の愛の中にとどまるということ以外に、敵を愛していこうとする愛とか、迫害する者のために祈るなんていうことは無理です。まあ、所詮無理。私たちは自分を中心にして相手を敵か味方か善人か悪人かという自己中心的な思いも放棄して、自分を中心、全てが自分、世界一、世界、そうじゃなくって、敵であった私が神様に許されたものとして、私たちはこの神様の愛にこうとどまり続ける、そういうものでありたいと思うんですね。この46節47節には、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか、異邦人でさえ同じことをしているではないかと言ってですね、神を、ね、神に選ばれた先民ユダヤ人だ、ね、神に忠実に従っている私たちだ、そういうお前たちは自分を愛してくれる人を愛してるだけじゃないのって、自分に挨拶してくれる人に挨拶してるだけじゃないのって、あなたたちが見下している徴税人も異邦人も自分を愛してくれる人を愛するよ、自分に挨拶してくれる人を挨拶するよ、同じじゃないのレベルはっていうことです。私たちは神様の愛を知ったものです。十字架の犠牲の愛を知ったものです。そういう私たちはあなたの愛っていうかね、どういう愛ですかって問われているように思うんですね。神様の愛は全ての人を愛する愛です。アガペの愛です。私人間の愛は自己中心の愛です。この皆さん、ちょっと前の5章の38節を一緒に読んでみましょうか。38節、これないですけどねはい、あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。これ律法の 命じられていることなんです。目には目を、歯には歯をこの命令は人間の憎しみというのが増し加わらないように抑制する教えです。私たちはやっぱり感情に支配されてるんです。人間感情、私どっちかって AB 型でね、あんまり感情に支配されていない冷たい人間型って言われてるんですけど、それでも感情あるんですよやっぱり。AB 型の人がみんなそう言ってるわけじゃないんですよ。一発やられたらね、一発で済みますかっていう話。突然ボカーンやられたら一発はね、やっておまけいうのが出てくる。もう一つおまけいうのが出て、一発では済まないのが人間の感情なんです。やられたらやり返すんです。ありました、2年ぐらい前にテレビがやられたらやり返す、10倍返しだとか100倍返しだ、そういうメッセージしましたね一度。そういう題で、それが私に人間なんで、だからそれをねとどめるために、目やられたら目だけにしておくんですよっていうことなんです。歯一本こうやられたら歯一本だけにしときなさいよっていうことなんです。でもどんなにそうやって目には目をだよ、歯には歯をだよって教えがあっても、命令があっても、人間はそれでは済まないんです。済まないんです。憎しみは、ね、愛するものを痛みつけられたら目では目で済まないんです。やっぱり何倍もいっちゃう、それが人間なんです。創世記4章に
カインとアベルの話が出てきますよね。アダムとエバから生まれたカインとアベル、お兄ちゃんと弟、彼らは神様に捧げ物をします。でもカインの捧げた捧げ物は神様を受け入れられなかった。でも弟アベルが捧げた捧げ物は喜んで神様を受け入れられたということで、カインは腹が立ってアベルを殺したって聖書に書いてある。そんなことで人を殺せるんです。神様なんで俺のものをって憎しみですよね。なんで弟だけよって。もう最近の事件はもうむしゃくしゃしてたからって人を殺すって、誰でもよかったっていう、そういう理由で人を殺せる人間なんです。敵を憎むどころの話じゃないんですよ。愛する親を、愛する夫妻を殺すという、そういう人間ですよ。もう敵を憎めなんていう話じゃなくて、愛するものを愛しましょうから始めないといけないという、愛するものを愛せない人間です。愛せるはずの親を、子供を愛せない人間、敵を愛せなんていう、そんなレベルじゃなくて、もっと、それが人間の姿。もうどうしようもないですね。もう神様がもうノアの箱舟でもう滅ぼそうって、人間作ったらもう損したもう人間作って悔い改めた、もうダメ人間作ったってダメだって滅ぼされたけれども、神様はその人間をなお愛しておられるってことなんです。見捨てないっていうことなんです。この45節皆さんと一緒に読みましょうか。第一礼拝では読むってなってないんですけど、45節一緒にお読みしましょう。はい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。出エジプト記見るとね、イスラエルの人たちの上にはもう重い氷は降らなかったって書いてある。エジプト人のところだけ降ってって書いてあるんですね。神を信じるユダヤ人には光があったけど、エジプト人には光なかったって書いてあるんです。ここは父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてください。神様は正しいものだけじゃないんですよ。従うものだけじゃないんですよ。従わないものにも信じないものにも同じようにっていう、もう驚くべき人間の頭というか、私たちの考えからでも考えることのできない神様の愛です。先ほど第一礼拝と第二礼拝の間に早坂神父の22日のメッセージを読んでみました。すごいこと書いてありました。あの沈黙サイレンの話したじゃないですか。サイレンスのね、踏むべきだって言ってです。いや、イエス様は踏むべきだ、それがイエスキリストの心だっていう、すごいなって思った。まあどうしてかというと、踏み絵を踏んだらどうか踏まなかったらどうかって二元論じゃないっていうね、まあ、私も言いましたけど、踏んだものにも踏まなかったものにも神様の恵みはあるっていう、まあ、そういう立場ですから、イエス様は弟子たちの十二弟子を足を洗われたって、あれはどういう意味かというと、汚い足で私を踏めという意味だっていうね、まあ、そういう解釈をしておられたんですね。だからペテロが、いや洗わないでくださいって言ったらもう関係なくなるよって、じゃあ分かりましたって言ったら、あれはペテロはイエス様を踏みつけたんだっていうようなね、そういう表現がありましたけれども、まあ神様の愛って深い広いっていう、神様は正しいもの善人の上だけじゃなくって、そうじゃないものにも愛を注いでくださると聖書は語る。イエス・キリスト様が神であるのにもかかわらず、ね、罪のない清いお方であるのにもかかわらず、人の姿となって現れて私たちの身代わりに
罪となったって、十字架の身代わりの死を遂げてくださった、ありえないことですよ。神であるお方が人として死ななければならないって、あってはならないことです。でもそれを実行なさったのは神様、神様の愛です。まあ、クリスチャンになってもっていうか、牧師になってもやっぱやられたらやり返したいと思いある。あまり言うたらビデオ見てるから謎年教団の牧師に分かった、そんなことないんですけど、牧師になったらね、もう清くてね、怒らんでね、ある書物を読んでですね、右の方を打たれたら左の方を向けろって書いてあるじゃないですか。ある信徒の方がね、牧師に試したんですってそう教えてるからボカーって殴ったんですって。それで左の方を向けてくれたのだったら殴り返しただからもう自分はこの信仰はやめて、自分が教祖になってなんか宗教を始めたっていう、分かるような気持ちもしますね。殴らないでくださいね殴り返しますからです私たちはね、イエス様を信じてもね、救われてもね、殴られたら殴り返すっていう、そういうものなんです。クリスチャンになったら殴り返さないじゃないんですよ。そういう教えをしてたと思いますよ、ずいぶん前、今もあるかもしれません、まあ、それも一つです。そういうものになっていく、確かに私ナザレ教団は清めというねを主張します。そういう段階にやっぱり私と神様がしてくださるのは事実です。でもそういう未だにやられたらやり返すようなものをもイエス様を愛し受け入れてくださるということなんです。そういう清めてもう叩かれたら叩かれなったものだけじゃなくて、もうそうできないものに対してもイエス様は広げておられるっていうこと、そういう神様に愛されてるんですよ。創世記一章には人間の創造の記事が書いてありますね。こう聖書は記しています。神はご自分にかたどって人を創造された、神にかたどって創造された、男と女に創造された。私たちは神様の似姿なんですよ。もう本当に私たちを愛してやまない神様に似せて作られたって書いてある。私たちはこの神様、アガペの愛、愛に満ちた神様にかたどって創造されたんです。けれども、そういうふうに作られたんだけれども、罪を犯した結果、神様の教えを捨てた結果、自分中心で行こうとした結果、神様と一緒に生きる道じゃなくってね、自分中心の自分だけで行こうとする、神様を捨てて自分の考えだけで生きていこうとした。そこにカインのあの罪がある。自分が捧げたものを受け入れてくれたから、腹が立ったから弟を殺すという、そういう罪の性質、人間の罪の性質を私たちは受け継いでいるんです。皆さんのお子さんもお孫さんもひ孫さんも、牧師の家系は罪がない、そんなこと絶対ありませんから。けれども神様は私たちを愛して、その本当に神の似姿に作られたものを回復しようとしてイエス様を送ってくださって、私たちが受けるべき罰をイエス様が受けることによって私たちの罪を許して、もう一度神の御言葉に従って生きる道、もう一度神と共に生きる道を備えてくださったんです。私たちはクリスチャンとしていかに敵を愛せるかどうかということも大事です。迫害するもののために祈れるかどうかも大事です。でもそれ以上にこんな愛で愛されている、その愛にしっかりと、ね、愛されているということを実感するということです。愛の中に生きるということが大事だと思うんです。皆さんと一緒に5章の48節をお読みしましょう。48節、はい。だからあなた方の天の父が完全であられるように、
あなた方も完全なものとなりなさい。1月の8日の成人祝福式の時のメッセージでちょっと説明をしました。ここで記されている完全、神様は完全ですよ。完全だからね。だから私たちその神の完全と同じような完全になりなさいって無理です。この完全ってどういう意味かというと、私人間は神様の目的のために創造された、ね、そういうもので神様の目的が実現した時、初めて人間は完全なものになるという完全です。神様の目的に生きるようになった時、完全になるというそういう意味です。罪もなくなるとか、何も問題が起こさないとか、何でもちゃんとできるとか、そういう意味ではないんですね。イエス様は新しい戒めとしてこういう言葉を言われました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい戒めだと言いました。イエス様は旧約の掟を成就するために来たとおっしゃったんですね。古い旧約の教えいっぱいあります。でも新しい戒めとして、私は互いに愛し合いなさいって、私があなた方を命を賭して愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。聖書キリスト教入門では人間は神によって創造されたっていうのを見たんですね。そしてそれになんで創造したか、目的があるからだ。そしてその目的は何かというと、互いに愛し合うことだ。そしてその互いに愛し合うことが人間としての正しい生き方だということを学びました。ぜひキリスト教入門、基礎の基礎を学んでいますから、ぜひお越しくださったらいいかなと思います。ヨハネによる福音書の21章ですかねに、こうペテロとイエス様のお話が出てきますよね。ペテロはイエス様を3度知らないと言いました。だからイエス様はよみがえってペテロに、あなたは私を愛しますかって問いますよね。でペテロは、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、愛していますって答えます。この愛しますという言葉にはちょっと違いがあるということなんですね。イエス様は2回、最初私を愛しているかの愛するっていうのは、アガペの愛で愛しますかって言われました。犠牲の愛で、命を捨てるほどの愛で私は愛しますかって。ペテロは2回フィリアの愛で愛しますって言いました。人間の愛、人間としてできる愛で愛しますって言いました。2回。それで3回目、イエス様はアガペじゃなくてフィリアの愛で愛しますかって問われるんです。人間として愛しますか。ペテロはもう同じですから、フィリアの愛、人間の愛として愛します。私たちはアガペの愛ではないんです。私たちイエス様はもちろん命をね、落として人を助けるってとても大切なことですから、それも尊いことです。でもそれができなくてもね、人として自分のできる愛を持って愛しますという愛をイエス様は受け入れてくださるということです。私たちはイエス様の十字架の愛と復活の命をもうすでにいただいたものです。いただいてるんですね。ですから私たちはこのパウロのように神の愛に押し出されてこの一週間も過ごしたいと思うんです。本当にこの愛すること、愛されていることが本当に私たちがこの人にどう接していくかの鍵です。自分を中心に嫌い、好き、いつまでたってもそういう生き方じゃなくて、本当に神様がどんな愛を持って私を愛してくださったのか、その愛を私たちしっかりいただいてね、愛せるか愛せないか、愛するか愛せないかじゃなくて、もうこの愛にしっかりと浸っていくと、結果としてイエス様がおっしゃったことが出てくるの。私たちすぐに愛せるかどうかってすぐ考えてしまいますよね。それ考えるしかないです。もうイエス様がどんなに私を、こんな罪深い私を見捨てないで愛しておられるのか、愛してくださったのか、それを私聖書を通してその恵みに浸り続ける、これを私たち大切にしていきたいと思います。
結果はもう踏んでも踏まなくても大丈夫っていうのがイエス様なので、踏まない方がいいでしょうきっと。でも踏んでしまうね、罪を犯してしまうような私もイエス様を許してくださるけれども、私たちはイエス様の愛に慕っていくと、それが神様の恵みによって生かされていく、その愛をこの1週間しっかりと、ね、いただいて歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、愛こそものの上手なれ、愛されることを愛することが人生で神様が私たちに与えてくださった、創造してくださった目的の一つであることを聖書は語っています。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これがイエス様の新しい戒めです。兄弟を憎んではならない、いろいろありますけれども、私たちは愛し合う、キリストの愛によって愛し合う、このことをクリスチャンである私たちが本当に実践していくならば、この日本は世界は変わるはずです。まあ、結果がどうだよりも、こんな罪深い私を、見捨てられて当然の私を見捨てずに今も愛し続けてくださっている、それは十字架で流されたイエス様の血潮と十字架で捧げられたその命によって私たちの罪が許され、神の前に義とされている、その恵みであることを心から感謝いたします。もうその印があるのですから、たとえ私たちが転ぼうが、本当に信仰を捨てようが、もう素晴らしい伝道しようが、神様の前に私たちは本当に受け入れられていることを本当に感謝いたします。信じる者だけではなくて、信じない者にも及ぶ神の恵み、もうすでにこの救いの御業は完成し、すべての人があなたはもう救われているという状況にありますけれども、それを多くの人は知らずに滅びに向かっています。私たちはこの素晴らしい許しと神の愛を知っていますから、こんな私が救われたんですから、あなたも救われます、そのように家族の人たちに、お友達に神様の愛と救いをどうぞ紹介できるように力を与えてください。あと教会の礼拝や集会を通して、神様はあなたに愛されている、あなたはどんな状況であっても許されている、受け入れられている、この神様の愛を二元論、信じたら救われて信じなかったら救われないという二元論ではなくて、神様の愛を私が生きるものとさせてください。今週のそれぞれのお仕事や学びの上にも祝してください。弱さの中にある方々、癒しを必要としている方々の上にあなたの癒しの技がなされるように、岩崎蓮美ちゃんは昨日のスケートで、肘をにひびが入りました。どうぞ神様の速やかなる癒しがなされるようにどうぞ助けてください。またどうぞ困難や戦いの中にある兄弟姉妹たち、なかなか助けが与えられない、なかなか状態が良くならない、本当にそのような中で悶々としている兄弟姉妹たちがおられます。どうぞイエス様の愛を疑うことなく、もうすでに十字架と復活の技がなされている、そこに神の愛の印はありますから、神様の言葉にどうぞ信じて信頼して今週も歩ませてくださるように、聖霊なる神様助けてください。この週も御言葉とご聖霊の導きの中でこの週を歩ませてくださるように、今週持たれるすべての集会をあなたが祝福してください、助けてください。豪華持たれる役員会にも、また第三礼拝にも祝福してください。こうして寒い中、時間と財を捧げて礼拝を守るために座られた一人一人にあなたの祝福がありますように、いろんな事情でここにおいでなかった方々も、そのところを礼拝の場所として主を見上げることができたことを信じます。御心ならば第三礼拝にもあなたが導いてください。この時を心から感謝し、尊き主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Yes.
それでは新聖歌311番を賛美しましょう。献金をしたいと思います。本日の献金奉仕者は山本姉妹、鈴木みどり姉妹、村上姉妹。前に感謝祈祷をしていただきます。恵み深い天の父なる神様、主の皆を
賛美いたします。今日もこうして私たち一人一人をここに集めてくださり、あなたに賛美と礼拝を捧げることができますと恵みを感謝いたします。今日英語先生を通して語られました力強いメッセージをこの週も心に留めて、あなたの愛を感じながら過ごすことができますように導いてください。また今日ここに集うことができなかった方々の目にもあなたの導きがありますようにお願いいたします。今ここにあなたから日々与えられていますたくさんの恵みの中から精一杯の捧げ物をいたしました。どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。この小さな恵みを皆の祈りと合わせて尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖詠新聖歌63番その後祝祷を受けます。我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんことを。アメン。祝福のお祈りをしたいと思います、クリスチャンの方も教会の方も客員の方も求道者の方もここにおられる方の中で2月に誕生日を迎える方々、2月に洗礼の記念日を迎える方々、2月に結婚記念日やその他の記念日を迎える方々がおられたら、お立ちになることができたら立っていただいてよろしいでしょうか。